一番になるんだから。はい、皆様どうも、マーフロです。それでは白猫プロジェクトやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ5日目ね、続きからやっていきましょうか。はい、そして、ついにシャルロットさんが当たりました。これでクロスセイバー強い人が来てくれましたね。はい、育て終わりましたので、身体装備にクセリアです。暴れていこうと思います。さあ、どんなに強いんだろうか。これでクロスセイバーもだいぶ安定するかな。侵略開始。潮時だな。はい、よっと。スキルを使おう。この人の方が暴れてるかな。基本はドラゴンライダーだ。同じような感じでいいのかな。なんか灰の近づくだけで燃えるみたいな感じ。そしてスキル1にはリジェネがついてますね。があるね、自動カウンター。しずくさんと同じだ。ハニャー、いいね、強いね。見た感じもいいし、なんか火をまとってる感じで。いやー、いいキャラが当たってくれましたね。あ、自動カウンターに反応しやがった。でも燃えてやがる。すげえ火がいっぱい燃えしまって。燃えた、スケールくん燃えた。秩序に守られた。いいね。よし、どんどん暴れていく。ちなみにね、シャルロットさん単発です。基本動画撮ってないとこは単発です。キャベツ大盛り焼きそば。いやー、さっきの盛り上がりはなんだかすごかったね。恥ずかしい、忘れてください。ご立派でしたよ。
自信をお持ちください。堂々としていた方が皆も賛同しやすいですよ。はい、みんな乗せるね。そうですよね。やっほー、はるかちゃんだ。どうしたの？お仕事は？一段落したから教室でお弁当食べようと思って。バイパーさん、何やってんの？焼きそばを作っている。キャベツ大盛りだ。教室で作んなよ。順応って聞いていい？新聞部は？すでに写真は提出した。記事にするのは別の部員だ。俺の役目は終わった。その鉄板は？お好み焼き屋台用のものだ。ルーンで加熱して使う。キャベツ、お好み焼きの材料よね。ダメや。深たいこと言うな。言うわ。実は追加でミラからキャベツを買い足したのだ。それなら、そんなお金どこにあったの？自前じゃないの？俺のポケットマネーだ。そりゃそうだよな。わあ、どこのポケット？そういう、ここのポケットにはハトがいる。知ってるよ。はーい、デジナだ。はるか様、大丈夫ですよ。バイパー殿はクラスに迷惑をかけてはおりません。焼きそばの匂いを払ってるけどね。そうだぞ、お前の分も焼きそばを作ってやろう。私、お弁当あるんだけど。もらっとけ。育ち盛りなんだ。それだけでは足りんだろう。私も食べたい。よし、回るのはキャベツ抜きで使う。なんでキャベツ抜き？ああ、野菜嫌いみたいな。いけませんぞ、バイパー殿。キャベツは栄養豊富です。あたし、お野菜苦手なの。ご心配なく、キャベツは熱せば甘くて美味になりますゆえ。ほんと？そう、戦慄立つくさび。あまねく霊に宿りし波動を、かの地にとどめん。はぁ、どうした？白昼堂々とは、舐められたもんね。なんだ、かなり疲れてる。だけど、ここでご退場願うわよ。遠藤空一の回転。身体装備のクセリアです。はい、凍りついてくれた中で行ってみましょう。さあ、引き続きシャルロットさんが暴れましょうか。侵略でも開始。ここか、敵を倒していたらワープしていくとこだな。潮時だな。私らしい。はい、やった。熱せよ。ドローレ、ねえねえ、熱せよ。熱せよ。早くなる。熱せよ。おお、むっちゃ早い。ちょっと移動するじゃねえか。熱せよ。熱せよ。すげえことになってるじゃねえか。暴れまくりだな。
ダメよ。待って。暴れっぷりだね。秩序に守られた。つうわけでもう出てください。大丈夫のはず。いざとなれば我らが。そういうことか。負けない。私はどんなことがあってもここにいるみんなが、学校すべてが私の大切なものだから。これ後から聞こえてるって分かったらかなり恥ずかしいよ。そのそうはさせませんよ。ドロちゃん、あなたは、いやあ、名前出てるやん。いいの。また助けられたわね。どうしてあなたは私に力を貸してくれるの。はるかちゃん、覚えておいて。この学校を大切に思っているのはあなただけじゃないのよ。私の名前を？あの人は一体？あ、先に。はあ？よし、キャベツ大盛り焼きそば2人前だな。何事もなかったように。うわーい。あ、はるかさん、その怪我は。これ後から分かったらかなり恥ずかしいし。さあ、それよりも焼きそばを食べましょう。言ってあげた方が救えるんじゃないか。変な顔しちゃって。いや、なんでもないさ。危ない危ない。すげえかわいそうな気がしてきた。ケル君か、さっきの。あっという間に燃えた。ポールケースなんかどこにいるの。さあ、じゃあ次。絶対一番になるんだから。あら、何？私邪魔？いいえ、静かに本を読んでいるもの。
頭には入ってないけど。でも静かだわ。前エシリアとここでおしゃべりした。そうね、ごめん。たまにならいいわよ。そう。哀れ。ここで読みます。そう。話すんだろう。さあ行きましょう。喜んでるね。身体装備のエクセリアです。これもやっと来てくれましたよ。強いロスセイバーさん。あ、でも格上には信長さんも強いのか。本格的に使ってないからあれだけど。侵略開始。潮だった。はい、よっと。ああ。あ。やべやべ、カウンターしてない。やられてる。やべえ、よくわからんことになってる。あー、やばいやばいやばい、こいつやべえわ。ちょっとチェンジ。火は満ちた。死ぬわけにはいかん。あ、叩かれた。流れを変える。ちょっとちょっとちょっと、回復するまで待ってね。宝箱を開けて。油断したわ。あ、また叩かれた。潮だった。あ、ほら出てきた瞬間何しやがった。あ、混乱してる。叩くのやめえ。死ぬ死ぬ、危ねえ。もう叩かれるとわけわかんなくなっちゃう。守られた。中圧にもうする。まあ、とりあえずはサクサク進んでるか。お昼食べた？うんうん、ドロちゃんならそうだよね。キャベツ好きだもん。全部食べちゃってるよね。ミラさんのじゃん。そっかそっか、そんなに楽しいんだね。おや？あ、カムイ学長、どうしたんですか？いえね、偶然なんですよ。偶然通りかかったのですが。ん？その穴を掘っている姿を見ていると。え？都会育ちの私なのに、ふつふつとこうたぎるものが。私もお手伝いしましょう。穴掘りたいんじゃねえって。いいですね、これ楽しいですね。楽しそうだな。学長が野生を目覚めさせちゃった。
かんないよ、このイベント。穴うさぎ穴。あ、違う。熊うさぎ穴の。さあ、次も行ってみよう。さあ、どんなステージだい？侵略開始、潮時だな。はい、よっと。熱せよ。あれ出ないかな。レディクエスト。熱せよ。熱せよ。やらま。やべやべ起動しちゃうところだった。違うんだ。リキテルメスが背中。ああ違う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 、あ違うって下田敵全滅させてねえのによ。燃やせー。おお、またあいつか。なかった全部。今回。
それよかった。なんだ、じゃあもう無視して駆け抜ければよかったのね。さあ、形だけだけど一応会長だし、まあ言ったところでやることなんかねえんだろうけど、赤いおさんいるしそんなことないんじゃない。そうかな、行けばわかるか。ええ、行ってきます。行ってらっしゃい。あなたもお帰り。はい。まだ途中なんでしょ、その本。どうぞ、借りていっていいわよ。でも、私にはカードが。作っておいたわ。はい。ああ。ん？どうしたの？いりません。え？もらっときなよ。え？これは私のじゃないですから。あ、待って。見学生さん、一体何が気に入らなくて。あ、そっか、そうよね、これじゃ嫌よね。悪いことしちゃったな。名前が、あ、見学生にしちゃったな。ページがいたらしい。これで全部で何分だったかね。その調子ですね。あれ止まってね。あ、止まってね。若干遅い。のチェック。おお、ちょうど50個。じゃあイベント見て終わりましょうかね。イベントだよね。いいんじゃない？副会長、お願いがあります。なんだ、吉和君。演劇部で財がつきました。買い足しても良いでしょうか。なんだと、申請していた分を使い切ったというのか。はい、一刻を争うため追加分は後日の申請とさせてください。許可する。ありがとうございます。なんだこの熱いやり取りは。待て、一人で搬入するつもりか。はい、これも演劇のトレーニングになりますから。気持ちのいい少年だ。我が竜騎士団に招きたいくらいだな。失礼するであります。ああ、ど、なあなあ、その格好、格好、何のことでしょうか。いや、いい、手短に要件を述べてほしい。顔をそちらに向けているのですか。いいから早く言いたまえ、忙しいんだ。そうだ、大変であります。ルール近辺に魔物の一軍が現れたのです。それを早く言わないか。直ちに現場に急行する。カグッチ頼む。今行くぞ。飛んでった。こうしてはいられません。私も加勢するであります。カ
グツチ頼む。はあ。ガグツチいないんじゃん。引っかかりましたね。キャトラ公開したらついに一本取ったであります。一本。では走っていきまーす。腕は。それでみんなどうしたの？あちゃー、入れ違いね。今は出てっちゃったわ。そうね。お？こいつ？おいっす。こいつ、こいつ来た。さあ、それではちょうど2回回せますんで、回し終わりましょうかね。もう運尽きたかな。参りました。さあ行きます。よろしくお願いします。エビシ、舐めちゃダメだよ。もう一丁こいや。ダメですな。はい、2回ダメでした。もうそろそろ運がなくなっちゃったかな。参りました。はい、それでは今回はここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。